奈良県吉野郡の範囲吉野郡は奈良県の郡、人口35,505人、面積2 0 5 4 9トル、人口密度17.3人、経平方メートル。以下の山頂八村を含む。1880年に行政区画として発足した当時の郡域は上記山頂八村から大淀町の一部を除き、下記を加えた区域にあたる。 機内では最大の面積を持つ軍であった。なお、現在の上北山村と下北山村は、古代は紀の国室軍の一部であったが、後に吉野軍に編入された。式内社、演起式新明帳に記される軍内の式内社、旧高級領取調べ帳に記載されている、明治初年時点での支配は以下の通り、幕府領は五条大官所が管轄、 丸は、村内に、自社女地が存在。町村生以前町村生以降1、上市町2、吉野村3、大淀村4、下市村5、秋野村6、南吉野村7、白銀村8、あの村9、そう、檜木村10。 天川村11、野瀬川村12、大東村13、北戸塚川村14、戸塚川花園村15、中戸塚川村16、西戸塚川村17、南戸塚川村18、東戸塚川村19、下北山村20、上北山村21、川上村22、くず村23、小川村24.4、大村25、高県村26、龍門村編選表2015年 2月、吉野郡内11町村のうちの9町村議会の議長で作る吉野郡町村議長会が年2回の懇親会にコンパニオンを呼び、その費用を公費から支払う監修が長年続いていることが分かった。議長会会長の橋本史郎、東吉野村議会議長は例年通りのことであり、コンパニオンによる尺で会合が円滑に進むと必要性を強調し、 来年度もコンパニオン付き宴会は続く予定だったが、報道で騒がれたことから、後日、今後懇親会は自費で行うことを決定した。ありがとうございます。